ヒッポグリフヒッポグリフは、グリフォンとメス馬の間に生まれたという伝説の生物。ヒッポグリフ、ヒッポグリフォとも、ヒッポは、馬の胃、体の前半身がわし、後半身が馬。非常に誇り高いとされる。グリフォンの習性を受け継いでいる部分があり、その翼で大空をかけたり、馬肉や人肉を好んで食べるとされる。また、グリフォンよりも気性が荒くないため、 乗馬として用いることも可能である。グリフォンが馬を好んで食べるということから、ありえないものの代名詞だったものが、そのまま想像上の生物の名前になってしまったという説もある。古代ローマの詩人であるウェルギリウスは、アエネイースの中で、不可能、そして不調和を表す比喩として、アインジェント・エーム・グリップス・エキスと表現した。ボルヘスの解説によれば、体調の違いや、 架空と実在による不可能という比喩であった原点にセルウィウスがアエネイス中会でグリフィンは馬を嫌うという要素を補強したという。そしてこれをもとに16世紀のルドビーコ・アリオストがヒッポグリフの名を与えて女子史クルエル・オルランドに登場させ詳細に描写したことでその姿を鮮明にした。またハリー・ポッターシリーズでは登場人物の上記として登場している。 ハリー・ポッターシリーズの作者 JK ローリングはヒッポグリフに近づくときは視線を外してはならず、礼儀をもって悪意のないことを示す必要があることや、その生態など規制の伝承をもとに新たな特性をいくつか描写している。ありがとうございます。